ホーストカップ女子スーパーライト級チャンピオン渡辺ジムの溝口貴子です。今コロナウイルスで世界中がダメージを受け大変な状況になっています。苦しい状況の中で気持ちが落ち込みがちだと思いますが、ピンチはチャンスと思いプラスに考え前向きに頑張っていきましょう。早く収束して皆さんが元気になってもらえるような試合をできるのを楽しみにしています。今やるべきことをやって皆さんで協力してコロナに打ち勝ちましょう。